はい、どうもお疲れ様です。ドクターです。今回はちょっとキャンプ道具をいろいろ買ったので、まあ、その中でもワンポールテント、これまあインナーなんですけどと薪ストーブをちょっと試していこうかなと思います。ちなみにレビュー動画ではないので詳細については省きます。じゃあまずワンポールテントとかいきましょう。いや結構軽いですよね。あのいつも使ってる一人用テント、まあ、2人用テントかな、あれはあれよりもだいぶ軽いですね。これが本体ですね。動かしてある。まあ、こんな感じですね、うん、次にインナーを入れていきます。どっからも半分だけ開けれるようになってるのがポール側のね、内側の方になってるみたいですね。いい感じですね。で、あとは、まあ、車でキャンプ行くときはこの薪ストーブをね入れてあったかくキャンプできるかなという感じですね。じゃあ薪ストーブをまず開けていこうかなと思うんですけど、まず重たいまあキャンプ用はこれぐらいなのかなって思うんですけど、まあ、これはね、おまけ程度。とかのケースもついてきたんですけど、中に煙突が入ってるんですよね。あ、これ煙突ヘッドですね、先端に。で、ここで調整できるレバー付きの煙突が1本で、で、5本の煙突が入ってます。じゃあまず立っていこう。これを外してコールでいいのかな。よし、
けると、まあ、こんな感じで調整できるのが一番下に入れるみたいな、なんかこう思ったより高かったっすね。いいね。はい、こんな感じですね。まあ、ワンポールテントの方に入れてみようかなと思います。で、まあこれですね。これがおそらく煙突を出せる穴になってるんで、結構作りは強いですけどね。うん、いいね、ぴったりすぎるかな。いいと思うけどね。ちょっと中に入れてみよう。はい、こんな感じですね。だから結構今ちょっとインナーが近いんで、この向きにしたんですけど、本来はあっち向きにして、インナーをこっちの影ですね、にすればいいのかなっていう感じですね。まあ実際のキャンプではそこら辺注意して組み立てたいと思います。設置したいと思います。はい。長さが結構長いですね。いいかもしれない。まあ、今回はね、あともう外に出して、ストーブ使って行こうかなと思うので、ファイヤーライターです。これいいっすよね。ちょっともう一箱ね、遊びで使っちゃってなくなっちゃった。また新しいです。はい、こんな感じですね。うん、悪くないかな。ちょっとね、開けていけるようになってますね。あとここでも空気の調整できるんで、これ使ってね、調整したりして、であと横は最初ね、杉燃やしちゃったので、それでね、すすがね、ついちゃってね、ガラスはちょっと汚くなりましたね。まあこれは後でスス取り込みに焼きたいと思います。外せるんだよね。